い北地です。前回ここでねライギョ釣ったんだけど、今日はねブラックバス出ないかなと思ってダイソーフロックでねやってみたいなと思います。おお。ダイソーフロックでブラックバス出ねえかな。お、今度はなんだ。お、お、マジか。マジか。ブラックバスだったな今の。一発目に出たな。ほい、北爺です。昨日ねブラックバスバラした場所やってみました。まあちょうど同じところなんだけど、今日ちょっとね風が強い。ついてたら面白いんだけどね。釣れっかな。カエルじゃダメかな。カエルじゃダメだな。今日はちょっとカエルがいいんですけどね。カエルで出たらいいんですけどね。やっぱしフリルついてないと厳しいかな。おお、あぶねえ。あぶねえ、カエル飛び込んできやがった。カエルカエルだらけか。でっけえおめえ、半端ねえな大きさ。カエルしか出てこねえもんな。ちょっくらはやめて芋に変えよう。芋に変える。うん、単純にブラックバスを釣るだけだったらこれでいいよね。いることを確認するのにちょっと芋を投げてみる。いることを祈って。
もう食ってる食ってる。もう食った。もう食ってる食ってる。もう食った。うわ、でっか。でっか。でっか。うわ。でかいだろ、ゴジュアンじゃねえ、こいつ。で、ゴジュアンじゃねえ。ほら。ほら。うわ、うわ。20。あ、50近いな。50近いんじゃねえ。よいしょ。測ってみるね。これはちょっとでかいぜ。ちょっと測ってみよう。44だね。ほら、44センチのバス君です。はい、ありがとう。ここが見やすいな。さあ、あ、食ってる食ってる。よし、よし。やっぱし紐では食うんだよ。これ、紐では食うんだよ。カエルで出したかったんだけどね。このエリアはやっぱし芋じゃないと食わない。今日は芋だったのかもしれないな、もしかしたら。おえおえ、おう芋、やっぱし芋じゃねえと出ないな。まあ40センチぐらいか、これ測っとこうかな、一応。今回の動画はいかがでしたか？動画の冒頭でダイソーフロックでバラしてからおっさんの心に火がついちゃいましたね。でも結局フロックやりきれなくて芋にチェンジしちゃいましたね。男なら、ここは最後までフロックを使っていかないとダメでしょう。ま、気持ちはわかります。魚触りたいですもんね。北爺、時間かかってもダイソーフロックで必ず釣っちゃってくださいね。期待していますよ。ということで、この動画が少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた、次回の釣りでお会いしましょう。バイバイ。